守りたいこの笑顔。ニッコニコやな。ビーズリーめちゃええやつそう。ビーズリー今のところスタンリッジレベル。ビーズリーガチムチやな。帰ってきたメッセンジャー。今帰ったんやけどビーズリーよかったんか。なんか顔似てないかのイジーとビーズリー。イーズリー27、意外と若くて草。ビーズリー来年前でも後ろでも使えそうやな。スプリットが使えるようになっとるし。ビーズリーには早くラーメンを覚えさせろ。ビーズリーが嬉しそうで嬉しい。子供生まれてすぐ先発して勝利は嬉しいやろな。ビーズリーは久保に魔改造してもろてカーブを覚えるだけやな。あとはビーズリー嬉しそう。ビーズリーニッコニコで草。ビーズリーは大崩れしなさそうなのがいいな。おととい生まれたんよな。ビーズリーはテンポ良いのがええわ。阪神の投手はトロトロ投げすぎ。笑顔かわええな。ビーズリービーズリーヨーロッパの王室にいそうな顔してんな。ビーズリー子供生まれるのに帰国しなかったんか。珍しいな。ビーズリー人喜びが隠しきれなくて草。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。